はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート17やっていきたいと思います。空っぽ島の、作ってるとこなんですけれども、まずはね、ちょっと仮設住宅 と、仮設の畑を作りました。ここの畑はね、全部で3種類の、作物を一気に植えちゃってます。で、ここでね、食料を自給自足しながら、あと草原と森を作っていきたいと思います。食い物もね、今小麦が足りないんだよね。結局小麦多分全部モンゾーラの倉庫の中に入れてきちゃったから、これちょっと自分で回収して自分で作っていかないといけないというと、これ昆布持ってんな。あ、そう、ここ4人分しかいないからね。で、寝るところもまあ一応5人分プラス一応俺が寝るところみたいな、あとトイレと、ここでご飯を作るところになります。だから今のところまだ野菜を食べるしかないんだよね、トマトで。かぼちゃをまあメインにこう作ってくれんのかな、勝手に。それが微妙なんだよな。トマトどうなってる？5個か、減ってる気がするんだよな。助けてくれ取ったかぼちゃちょっと全部入れてみるか。で、料理する。よし、 OK。 自動生産システムができればね。で、あと外壁が木なんで、一応ね、火事にならないよう後ろに白壁を置いて、まあ、焚き火になってます。まあ俺が燃えてんだけどまあちょっとこれで進めていきましょう。で、草原団子もね、もう10個作ってきましたんで、まあ、これもサクサクサクっとやっちゃいましょう。もうここら辺に段差とか気にせずに植えちゃう。ここで全部で10でしょ。で、ワンフロアで多分1になる。これで1になると思うんだよ。あれ、ならないえ、だって今までって1、2、3個しか植えてないけど5になって、これで6。どういうあれなんだ草原のカウントの仕方が分かんねえんだけど。まあいいか、これで6になって、そうだ。で、水もね、必要なんで、作物には。ここに水たまりを作りました。まあいいか、とりあえず植えられるだけどんどん植えていこう。草原団子は、え、ちょっと待って、どこに植える？ここ？違うな。え、これもう一マス、ここ、うん、よし。これでいくつになるんだ？こことかなんかすげえ空いてるけどね。7。8になる。謎すぎる7か。じゃあこれも怖っ。ほら、頑張れ。スライムとか全然敵対しないね。あ、敵対してる。あ、しないよね。で、8。いや、ある程度作ると1カウントされるのか。あれ、これって硬いの？そんなことないよね。なんか段差がすごくてできなかったのかな。まあいいや、とりあえずどんどん置いていこう。置けるだけ置いていきます。ここにや全然こことかダメだ。7、いけるはず。耕してくれ。お、耕してる。ほら、いけ。水が流れてしまったしまった。開拓レシピ創業作る達成、達成したけど水が、待って待って待って、流れていってるたくさんの草原ができた。いや、水がちょっと流れちゃってるんですけどモンゾーラに緑を作った時みたい
いやもう全然緑足りないんだけど。ああ、もっともっと豊かになる。はいはいはい、そうなんですけど、ちょっと水をせき止めたい。開拓レシピを達成した。小さなメダルが生まれる。さらばじゃん。ちょっと待って待って待って、早く早く早く、水水水、これでせき止めよう。どれだ、せき止め用の水、これでいいんだよね。土、いや土じゃなくてね、これ土砂の土でいいんだよ正直。いいやもうここで。水だってこんなもんでよくないか。え、水がそもそもなくなったんだけど。ジョバジョバジョバ、はい、オッケー。じゃあ森だね。森はね、森林団子なんだよねこれ。どうしよっか、こっちの方にちょっと植えてみる。どれくらいのあれだ、草原と同じか、区画的には。そうだね、それっぽいね。ちょっと植えてみよう。これ5個だもんね。草原と森林が重なってるけどいいの。ちょっと枯ろ、枯れ草。森林ってどうすればいいんだっけ。いやいやいや、作った作った作ったよ。森を作ろうがわかんねえんだよな。え、森林じゃなかったっけ。ヒーローのレシピがちょっとわかんないけど、こいつらマジ自動生産システムになってねえな。自分で受け取んないと。で、料理しまわないといけないのか。あれ、自動生産システムにするのどうするんだっけ。あれが必要か。ちょっと待ってね。部屋レシピ、食堂、ご飯どころじゃダメなのか。なんでもな、素材を入れておくと住人が調理してくれる。食堂配置ルールなし。調理してくれるんじゃないの。ちょっとわかんねえな。まあいいや、とりあえず素材を刈り取ろう。はい、今のところ小麦からパンを生成したいからね。でね、全部じゃないんだけど肥料撒いてあります。かぼちゃはまだか、さすがに時間かかんな。小麦を入れますか。よし、だいぶ増えてきたな。小麦、ちょっと待ってね、小麦をじゃあ6個取り出そう。2ターン分自分で作れるように。この時は待ってて、早く食べましょう。お前ら食うだけだな。作れや。リズちゃん作ってくんないの。もうかぼちゃなった。あ、なったものはなったか。いや待って待って待って、自動生産システムのやっぱ食料が大切なんだよね。まあいいや、とりあえず仮だからね。で、森の作り方がよくわかんねえんだ。森って肥料をまかないといけないんだっけ。ここら辺のものをちょっと破壊しよう。森林団子、ここ一回破壊しよう。栗の葉の盾。リズちゃん体操してないでご飯作ってくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、木の作り方。とりあえずパン。俺はパンが欲しい。もうすでに腹減ってるし。で、小麦とりあえず。
全部入れて料理する、料理する、料理する。森林ってことは木を作らなきゃいけないんだよね。木ってどうやって作るんだっけ。レシピ、レシピから肥やし、草原団子、森林団子、土を森林にしてくれる。まあそうだよね、肥料まく、肥料はそこそこ数は持ってるからね。ここだけじゃワッサーと、ワッサーと肥料使おう。あれ肥料にしてからさ森林団子使うんだっけ。なんか分かんなくなってきちゃった順番が。そしてなくなった。でで置いてみる、もう一回置く。肥料とか関係なかったっけ。関係なさそう。なんか無駄になったな。モンスターどっから来んだ。 あっちから来んだ。これシドウに撃退してもらおう。あれ森を作ろう。5分の2になったな。大丈夫だよね。いけ、侵入されてる。いやパチパチパチしてる。梅も戦えや。お前も戦闘要員だろドルトン。早い、あの肥料植えてるとマジで早い。よし、もう自分でやんなきゃいけないの超めんどくせえ。入れる人がいないな。ちょ森林2になったね。じゃあこっちもちょっと森林にしてみる。はい、お願いします。ちょ時間がかかるからまあ置いとくか。じゃあその間になんかまあいろいろとできるものやって。3になったね。わかんね、条件がマジでわかんね。ちょっとリズちゃん、作ってください、ご飯を。あ、森を作るのも大切なんですけど、やっぱり生きるためにはねご飯を作らなきゃいけないんで、そこをちょっとそこともお願いしたいんですけど。あー、もう一個あるからここもやっちゃうじゃん。はい、わかんねえ、やればなんとかなる。状況はわかんないけど、頼むぞ、ゴールになってくれ。ならねえ。まあ、あと森林団子1個あるからな、それ使っちゃえばいいっちゃいいんだけど。ならないんですけど。ここちょっとボコボコしてるしな。いや放っておいてなるとか。ぽい。いやならないな。どれが森林なんだ。これ、これがあるってこと。邪魔。あ、できたできたできた。木がなった。なんであそこだけ突然木がなったの。木が育ってる。ちょっと岩とか破壊しよう、邪魔そうだからね木が育つのに。草むしりしないと。草むしり、草むしり重要。はい、でまた木がやっぱり必要なんだ。もう一つ植えるか、ここら辺に。もうわかんねえ。もういいや、ここにね。はい。すげえ適当。この人たち何してんの、こんなところで。木を育て、今木ができたね。これ 木じゃない。
寝よう。とりあえず寝よう。もう夜になったら寝る。俺は外。本当はね、階段とかもあるから2階建て作ろうとしたんだけど、まあ所詮ここはね仮のプレハブみたいなもんだから。指導の分だけないのか。まあいいや。いや朝飯の時間はいいんだけどさ、お前ら自分で作らないとないぞ。俺はパン自分で作ってるからね。ここちょっと育ちが遅いか。キャベツ、あ、ここなくなってる。小麦、小麦の種、ほい。ここなんだっけ。ここも小麦だ。あ、結構刈り尽くされてんな。キャベツはまだ大丈夫で、1日1セットパン作ろう。はいはいはい。でパン1個食うか。さて問題の森が分かんねえんだよな。まあ、森林団子自体はな、作れるは作れるんだけどな、条件が分かんないからな。ミミズンが土を森林にしてくれる。ちょっともう一個だけ作ろうか。じゃあできた理由もいまいちわかんないんだ。なんでできたんだっていう。じゃあいいよ、ここで。はい、あ、できた。謎すぎる。森林団子を置いてくれたおかげでたくさんの森ができた。超ミミズ、図に乗ってんなこのミミズ。空っぽ島にも森ができた。いや綺麗な感じって言うけどさ、こうやってさ引いてみるとさ全然綺麗じゃないよね。まだまだ荒れ果ててるよ。一旦俺はねちょっと新たな島に行きたいんだよね。ここを開拓するのもいいんだけど、新しい素材でね、新しいものを作りたい。小さなメダル。さて次へ行きたいぞ。畑の作り方覚えてます。いやもう作ってるよ。いやお前ら食料問題は大丈夫だけどさ、作らないだろう。あ、石板がなんとかって言ってた。まあいいや、自分の食料は自分で調達する。これがこの島の掟だ。だからお前らの分は知らん。どんくらい入ってる。昆布、あれこいつは昆布を普通に食ってんの。まあしょうがない、作らないんだったらしょうがない。もう昆布を食べてもらうしかないよね。石板のところにワープしましょう。あれちょっと石板のところに行くんじゃなくて、じいさんのところに行けばいいのか。あれ山頂か。できました。え、挑んだよ。ちょっと待って、小さなメダル4枚、縦ごとのレシピ。にぎわう町の楽譜。なんだこれ。10枚リボン。新たなレシピをひらめいた。縦ごと
音楽が変わるってことかな。石板、やっぱ石板調べなきゃダメ。じゃあさっき調べたよね。開拓レシピ、目標すべて達成しました。もうちょっとなんかここら辺でものづくりに励まなきゃいけないのかな。なんか物言いたげそうな人がいる。これ何、卵、こんなところに鶏が来たの。よし、じゃあ行くか。ミミズ、あれ、いや草原作ったこいつが進まないんだけど。どういうことだ。草原を作ろう、10分の10だよね。草原崩しちゃったからダメってこと。いや草原とにかく広げよう。じゃあ草原のもとと会社、まあそれなりにあるかね。はい、10個。でも16マス、もう余裕余裕余裕。いやもうこれも家の前も草原しよう。はい、でここもちょっと、こっちはいいや、こっちに草原を広げていこう。空っぽ島に草原の景色を作る。あれがちょっとまだなんていうの、あ、すごいや。え、何なんだこいつは。でも森作ったよ。はい、川作りも順調。森を作っていこう。いや森林なんかもう持ってんだけど。地箱大森林、餌は壊せない岩の上に置いてもダメ。土が乾いた土の上。森を5マス分作ろう。進んだ。よし、はい。あ、鶏が来た。てかみんな来た。ただ不思議なもんだ、俺の中で何かが。すごいものづくりでした。ずっと草原や木ばっかり作ってるわけにもいかない。次なる大きな島に行くべき。そうだね、よし、これでようやく石板か。鶏ってさ、どこに卵を産むの。鶏小屋みたいなの作った方がいいかな。勝手に出てきそうだからね、外に。これで石板を調べればいいのか。すべて達成した。強い力を感じる。どっかに登ってきてるのこれ。なんだか一回り大きくなった気がする。前にも話した通り、この石板はかつてのビルダーの石。石板の求めにより自分で考えたものを作ることでビルダーとして成長することができる。破壊の神よ。何か言ったか。破壊神指導よ。誰だ。ビルダーの成長、それは破壊の神たるあなたの成長でもあります。ものづくりの力を見てあなたの中にほとばしる力を感じませんか。力を解放した。指導がパワーアップした。素晴らしい力です。
その力でビルダーを助け、この地でさらなるものづくりを進めるのです。お前は誰なんだ。私はこの世界を作りし者、そしてあなたに最も近しい存在です。破壊の神、私はあなたの復活を待っています。だいたいさ、ドラクエの世界の神って言ったら精霊ルビスだよね。ではミカミックス、次なるものづくりへ導こう。山頂の神殿まで来るがよい。この緑の開拓地をモンゾーラの民が住まうふるさととしたい。じゃあ料理作ってくれよ、本当にお願いします。リズちゃん、目標達成。まだまだ物を作りたいのか。いや、次行きたいんですけど。新たな目標、こだわり、いろんな部屋レシピを作ろう。こだわり、いろんな部屋レシピを、一緒じゃないか、なんだこれ。レストラン、はてなはてなはてな、とても高い場所に作ろう。こだわりの草原たくさん作ろう。え、これさ、また後でいいんじゃないの。こだわりレシピ、時間のかかるもの、今すぐやらずとも良い。そうだね。こだわり、いろんな部屋レシピを作ろう。え、もうすでに達成されてるものがあるんだけど。あ、これで小さなメダル増やしていけるんだ。開拓レシピをあと1個達成したリフォームコテ、何これ。欲しいは欲しいな。開拓レシピやってみようということで、リフォームコテなんとなく欲しい気はするけど、まあいいや。山頂に行きましょう。ちょっと待って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 、進め方がわかんねえんだけど。あそこにでも船着き場ではないよね。こっちか、緑の開拓地のところにイベントマークがある。誰だ、指導か。やば、これでさっき言ったんですけど。行きますか、じゃあもう一回。手順がめんどくさい、すっ飛ばせないんだけど。この島はお主の島。最初に教えた掲示板に続いて他のビルダーと交流する方法を教えよう。別の世界、別の時間にいる同じ志のビルダーたちと交流し、オンラインモード攻略。指導と共に大ネズミと戦った洞窟。この場所こそビルダーを呼んだり他のビルダーの元へ行ったりする玄関口。今のお主ならこのビルダーの扉を開けるはず。扉に触れてみるがよい。いや、まあ、別にオンラインはまだしなくていいんだけどな。勝手に作業してくれるとかならいいんだけど。ナイスに飾り立てておくと島に来たビルダーを驚かせられようぞ。モンスターでも配置しとく、来た瞬間モンスターに襲われるみたいな。絶対やってる人いるよね。気が向いたらやってみよう。うん、気が向いたらやろう。さて、
新たな知恵と導く時が来たようじゃ。よし行こう。マルチプレイ旅の扉か。それでは船着き場行きましょう。お前走ってきたのかシド。大きな島への航路をとうとう見つけた。ボッカルムという島、にぎわう鉱山の島。いいね鉱山。金銀財宝であふれかえるロマンに満ちた島。金や銀銅などの新たな素材。いいねいいねいいね。鉱石ね。その島にはとてつもなくたくましい体のワイルドな美男子たちがいる。辺りの海域は調べが済んでいる。オッカムル島に行ってもいつでもここに帰ってこられる。よしそれでは行きますか。早速行こう。ゴーレムがいる。さて行きます。大きくないんでこの島で集めたものは置いてってもらう。あそうだね。はい、はい、川と森の豊かな大地。ルルが島のみんなを監督しておく。ルルも一人じゃないからねこれで。寂しくはないでしょう。例によってまた日が暮れるときに出航するんだな。ポスト調べてなかったわ。まあいいや。オッカルム、うずもれた黄金鏡。トルネコの音楽だな。白爺のやつが言っていた金銀財宝であふれかえる島、錆び出たところ。今後はここでお二人をお待ちしている。お、地震火山か、それともこれは壊すの。超硬そう。アイアンの壁やべえ。これ城壁に使えるんじゃん。下へ落ちてた。あ、こっちにあるか。なるほど。ちょっと早速海に落っこちゃったんだけど。ロープとかもあるね。一応もらっておこう。あ、そっか、何にもないんだ今、忘れてた。サボテンみたいなのがあるよ。モンゾーラはジメジメしていたがここはカラカラ。え、どこ、なんだあれ、どれなんだあれのあれがわかんねえんだけど。サボテン空中に浮いている。サボテン、あ、これ電車じゃん。すごくね。電車っていうかトロッコか、感じからして。サボテンフルーツ、これ食えんね。このカクカクしたのはなんだ。線路、地震が多いね確かに。おわ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 。地震で地面に穴が開いた。何か積んで上に上がろうぜ。いや、このまま抜け出せないの、その掘り進めて。勝った。
回収できるものはとりあえず回収していって、積めるものがある？何かやばい感じ。壁が壊せなくて積むものがない。あんたたち大丈夫？お、これ下から覗けるんじゃないか。あ、角度ずらせない。いや見れる見れる。いや見れない、いや見れないわ。すげえいい角度でこう隠してんな。無理だ無理だ。何に捕まれって言った。捕まってのさ、捕まってのものが分かんねえんだけど。え、どれどれ。いや、どれマジで。いや、これじゃなくて。え、何を差し出してくれた今。ちょっと待ってください。お姉さん、お姉さん、お姉さん、どれっすか。あれマジどれ。最近なんかさ、わかんないことだらけなんだけど。え、あ、これね、砂をくれたのか。そういうことね。わかりづらいんですけど。はい、 OK です。さよならよそ者さん、この島には長いしない方がいい。この島に仲間と金属を探しに来た。何者なの。ビルダー、物を作るビルダー。私はペロ。犬みたいな名前だな。おおおお、なんだなんだなんだ。ここってさ、このままいると砂だから埋もれちゃうの。あ、スライムベースがいる。倒しとこう。邪魔しないでって。でも結構なんかいろいろと作られてる感じはするね。荒くれ者がいる。オッカムルト、昔はたくさんの鉱山があって金銀財宝であふれていた。今は鉱山も閉鎖されて坑道作りや鉱石の加工もできない。ここがすっかりボロボロになったかつての鉱山街。奥にあるのが潰れたバー。鉱山を復活させてここを活気あふれる鉱山街にしたい。だがこれだけ人がいればどうにかなりそう。理由はそこでうじうじしている男たちに聞いてみて。確かに人はいっぱいいるな。あなた誰です。こんな暗い顔の中年にニコニコ話しかけてくる。ビルダー、なんて恐ろしい。笑みをたたえた悪魔ですか。あなたはお前さんよそ者か。冗談でもビルダーなんて口にするな。ハーゴン様の教えに逆らうんじゃない。この島はかつて多くの鉱山とそこで働く荒くれであふれ、私が経営するバーも大にぎわい。しかしもうダメ。島がゴールドラッシュに湧いたのは過去の話。私の夢もついえた。坑道を作り金属を作ることはハーゴン教団の教えに反すること。何よりこの住人はビルダーを憎んでいる。悪いことを言えばここは出ていけ。これなんかランプみたいなのがね、ちょっとパクっていいですか。ランタンか。これなんかベルみたいなのがあるじゃん。え、パクれなかった。あ、ここに金があるね。ここが拠点になるわけか。そうするとあとはこいつな。ミルズ、やっぱりどうしてもダメなのか。オイラはマシモ、お前にも見ただろう。坑道の入り口はでけえ岩で塞がれている。あれを壊さんか無理。誰だお前。ビルダー、そんなひょろひょろな体でか。俺たちは教団の偉いさんに筋肉を作ることすら禁止されている。なんだそりゃ。オイラたち鉱山街を復活させたい。ペロの願いを叶えるためにここまで来た。ペロはオイラたちのアイドル。いや、お前なんて多分眼中にないよ。どうしてもって言うから来るには来てみたが、そもそも坑道に入れない。いざとなると教団の教えに背く。坑道作りや金属作りは怖くてできねえ。ルビーラ。でペロちゃんに話しかけますか。ツルツル頭なのが元カチヤのカルロ。どれあいつか。蝶ネクタイをしているのが父アーマン。
教団に洗脳されている。でも私はハーゴンの教えなんかこれっぽっちも信じてない。鉱山を復活させて島に活気を蘇らせたい。父の潰れたバーを再建したい。バーを再建して父親元気にしたいなんて父親思いだですって、なんとそれ。ルビーラ作れないか。島の伝統ハッスルドリンク、ルビーラがあればみんなやる気出してくれるかも。ルビーラを作るための酒樽を作って潰れたバーの目印の場所に置く。レシピをひらめいた。酒樽、飲み物を入れておくための木の容器、野菜や果物をジュースにできる。いいね。どうやって作るの？あれがないんだけど、作る素材の台が、あ、ここに用意されてるわ。鉄のインゴット欲しい。これなんだ、はしごか。明かり、生活格、まあ、ここら辺は普通にあるね。酒樽、紐がないのか。まあ、ちょっとそこら辺から調達してくるか。じゃあとはいえ食い物を確保しないと。これちょっと、これ食える。サボテン果肉は食えないか。サボテンフルーツは食える。 7% 微妙だな。あー、ちょっと草原地帯ってわけじゃないからね。スライムベストか。あ、これ一角ウサギか。かわいそうな鳴き声をした。あ、肉だ、生肉。そしてバッテリー残量がなくなってきた。結構やってるかな。これ枯れ草じゃなくてさ、あ、なんだっけ、メタルスコーピオンとか、そんなような感じだよね。シドすげえやる気があんな。くっつえ。よし、こいつ薬の葉。ウサギの肉か。まあ、かわいそうだけどしょうがない。生きるためだ。生きる糧となれ。あ、レベルがそういえば。あれだね。10以上になるね。いて、つえ。さあさあさあ、どうする。これ違ったよね。あいつは強いんだよな。こいつやばい、囲まれた。俺はスライムベスを相手にする。指導よろしく頼む。いや、ちょっとこれ遠出しすぎか。こんなに来なくていいような気がするんだけどね。ちょいと戻りがてら探すか。酒だるね。いや、その酒だるのさ、紐がないのよ。紐がここら辺に紐とかない。肉さ、調理してみよう。入れる、調理する。できるまで時間がかかるんで、紐ないかな。紐、これなんかフルーツっぽくない。なんかこれツタの実か。紐が欲しいんだよね。ちょっとここら辺壊させてもらうよ。申し訳ないけど、銅の壁か。あ、寝るとこあんじゃん。ここでまず寝るところを作れと。そういうわけね。階段もある。これ何、これトイレ、木のトイレ。木のトイレよくない。今までさ、壺だったからね。あ、これよし、紐ゲットした。これでいける。そして銅の壁も悪くないね。じゃあこれ1個作って、完全に完全にナッシングか。食い物をだからどう調達するかだよね。ここ一回ここら辺全部破壊させてもらうよ。一回きれいにする、やっぱり。よし、はいはい。あ、なんか
肉ができてる。ステーキうまそう。はい、硬い。はい、よし。じゃあ樽置きますか。ここあれちょっと場所が違う。どこどこ、ここじゃないの。なんか入れなきゃダメ。え、何入れんの。サボテンフルーツかな。これもさ、一応料理はできるよね。炙ってみよう。できた。違う、チャキーラだし。じゃあこっち入れてみよう。飲む、飲んでみよう。スタミナが減りにくくなった。あ、それもそれでいいね。いや、置いたよ。置いたけどなんか全部ちげんだけど。野菜ジュース、あれもうちょっと違う場所か。ここ、え、どここれ何。サボテンステーキ、酒だるを置いてと。どこを目印になってるこれ。もしかしてさ、段差の上とか。俺がさ、いろいろ破壊しちゃったからさ、違くなってる。砂の上はさすがにやめとこう。ちょっと銅の壁メインになりそうだからね。ここに置くで、これでこう。あ、そういうことかなるほどね。酒樽を作った。ルビーラがつけてる。ツタの実か。持ってる持ってる持ってる。ありがとうありがとう。んー、じゃあね、サボテンステーキもうまそうだな。あとで食べよう。まあ、肉はそのままじゃちょっとどうにもなんないんで、ステーキにしておこう。いやー、ようやく肉か。まあ野菜より肉だよな。ルビーラ作りました。こんな簡単に作れちゃうなんてさすがビルダー。早速もらっていいかしら。いいよ。おい、お前ら何群がってきてんだ。教団に禁じられた飲み物を作るなんて、あなた本当にビルダーだったんですね。ここに誕生したビルダーが。ビルダー、なんだ今の声。まさか本当にハーゴン様が。ビルダー、こっちだ。はい、ビルダーを呼んでいた。坑道の入り口近く、行ってみよう。オイラたちはここで留守番してるぜ。みんなで遊びに行くの。オイラできないぞ。行動は階段を降りたところ。はーい。お、みんなついてきてる。ちょっと待って、ステーキ、ステーキ作ってから行きたいんですけど、どこ行った。ちょっと待ってね。大丈夫大丈夫。まあ2個あればステーキは十分かな。一応飲み物とかもねあるからね。ここに野菜ジュース。これ何、これグラシオスの種。よし、じゃあこれで食料万全。声の方に行こう。あ、さらにすげえ地下に降りてってんな。声がしたのはこの辺り。そうか、俺には全然分かんなかった。グゴゴゴゴ。この砂山の中、よし、やってみよう。ちょっと待って、これじゃない。ファイヤー。どう掘っていくのこれ。これ上から掘っていった方がいいんじゃない。あ、ゴーレム、これしかも E ゴーレム。もしかして中に魔物がいる。この子怯えてるみたい。話を聞いてあげましょう。
前がビルダーか。俺のこと掘り出してくれって感謝する。俺力出ない。俺に銅と銀と金をくれ。そしたら俺力戻る。急に出てきて妙なこと言いやがって。銅と銀と金だけど行動が下がってる。なんとかしてあげるけど今は無理。一目惚れ。俺についてこい。いやお前力出ないんじゃねえの。出れる。大して砂やってなかった気がするけど。最後の力を振り絞るのか。さすがゴーレムだ。アーマー。ああこいつらか。ものすごい音がした。こいつはまさかゴールドン。守り神とされているゴーレムかもしれん。宝石と一緒に消えた。俺もう力ない。後のことお前たち頼む。ハゲ。行動の道が開かれてる。鉱山の守り神ゴールドン。本当にいたのも驚きだけど、こんなところに埋まってるなんて。行動の中を調べてきてくれない。ミルズとマシモに案内してもらうから。行動の中も天井が崩れてどうしたら埋まってる。これを用意したの。古びた魔法の玉。あ、爆弾ね。土砂を壊したりしながら行動を進んでみて。あ、硬いやつこれで壊せるのか。俺は兵士恐怖症で地下には行けない。魔物恐怖症だって知って。こいつは何の役にも立たねえな。試しに行動を進んで銅を5個手に入れてきてくれ。よし、OK です。というわけで、新しい島マシモ島ですね。素材が結構良さそうだね。やっぱり前のところと比べて。じゃあここから鉱山の中に入って、銅ですね調達していきたいと思いますので、まあ、それは次回やっていきます。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。